魚が浮いてる。なんだこの魚は。こんにちは。こんにちは。あなたたち見ない顔ね。それはそうと夫を見なかった？真っ白の美しい鱗を持ってるの。まあ、見たな。え？向こうの部屋に？教えてくれてありがとう。早速迎えに行ってくるわね。あの、白い魚のとこに行けるのかな？また。一応ここは思いの先なんだよね。でも。ここは芝がいた部屋ってことになるのか。一応。ここは芝がいた部屋になるんだけど、特に何かあるわけではなしと。ああ、戻れるようになってるじゃん。なんだ。もう戻れるようになってるけど、一応調べて。何これ！バラバラになってるけど。何これバラバラになってるよ。ちょっと。バラバラなってるけど。今入れ替えっこはいいのじゃ。入れ替えますか？お主話を聞いておったか？なんだろう。どっから落ちてきたんだろうね。クマさんってすぐ落ちてくるよね。なんだろうで済ませちゃったけど。コーン、ポカーンって。なんで落としてくるかな。危ないな。一つ間違え、座標を間違えれば、レイちゃんまた血だまりになってるところだったぞ。うん。信じられない。ちょっと私が目を離した時に一体どれだけ大きくなったの？だってお腹空いちゃって。言い訳は結構です。とにかく少しでも何か吐き出して大きさを戻してきて。これじゃあうちに入れないわ。はーい。あの魚のことを追いかけないとダメだね、じゃあ。あ、小さくなった。まったくもう。これからこれならなんとか家に入れるかしら。はあ、ちょっと体が軽くなったよ。やっぱり石像丸飲みは良くなかったかな。あれ？石像がさ、いつの間にか3つになってる。やったね。すべての石像揃った。現実と理想。どちらを望む？現実と理想、どっちを望む？分岐か？なんだろう。扉を開ける。あれ？ちゃんと、なんかいたけど。普通にいたけど、誰か。ようこそ。気味悪く生ぬるい。そして、果てしなく残酷で、どうしようもなく心地いい。思い出の記憶へ。まだ完成してないのか？あ、まただ。あ、これレイちゃん視点だ。この声、前に聞いた？そんなんでは一生完成しないぞ。だって、こんなもの、やったことないんだもの。お前がやりたいと言ったんだが買ったんだが、こんなに難しいとは思わなかったわ。はぁ、あ。このパズルっていうのは、パズルやっぱ買ってあげたんだ。普通の人ならもっと早く完成するものなの？普通は人によって違うだろ？あなたと話してると頭が痛くなる。慣れるしかないな。お前は私の婚約者なのだから。自分の性格を直そうとは思わないのね。そことそこ違ってるぞ。え？微妙にはまってないだろ？あ、本当だ。そこと、そこを入れ替えてみろ。こう？できた！お前は強引にはめ込みすぎだ。何個入れ替えたと思ってる？だって頑張ればはまりそうだったからわかるわ。パズルはそうやってさ、強引に力ではめ込むのはわかる。いけるだろうと思ってしまうやつね。入れ替えるのって大事なのね。お前の場合、特にな。
完成したのはいいんだけど、この絵柄何？トカゲ？ドラゴンだ。知らないのか？どうせ私は何も知りませんよ。想像上の生き物は、実際には存在しない。へえ。でもこのドラゴン素敵ね。意外だな。え？女は、いや子供は普通、こういうものを嫌がるものだと思っていたが。ふん。なんだ？普通は、人によって違うのでしょ？私、このパズルっていうものも、ドラゴンも好きよ。変わった趣味だ。好きなように言ってください。気に入ったのは、また買ってこよう。え、ドラゴンを？パズルの方だ。ドラゴン買ってきてどうすんだよ。冗談よ。ですよね。ありがとう。え？どこ？ここは？シバ・バルツェ？あ、いないの？あー！リーディン？レイ！私ね、自分にもこんな感情があるなんて知らなかったの。え？最初は今までと同じ。見た目だけ好きで、あとは別にどうでもよかったの。リーリン？それってどういう？ふーん。リーリン待って！え？無限回廊みたいになってる。あ、いた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 。あ、人形だ。ねえ、レイはお人形とか好き？お人形？やっぱり。うん、好きだけど。そっか、よかった。え、消えた。あ、パズル？これは。じゃあこんなのは好き？積み木？うん。こういうのも誰かと一緒にやってみたかったんだ。机？こうやって、一緒にお茶飲んだり、お菓子食べたりもしたいな。え？服？洋服はどう？え？きっとレイは何着ても似合うね。でも、やっぱりお姫様にはドレスかな。割れた！鏡が。鏡ってすぐ勝手に割れるよね。レイは、どんな本を読むの？リーリン？私はね、昔からおとぎ話が好きなんだ。ピアノ？ピアノ？そう！ピアノ！レイはピアノ弾けるの？ちょっとなら弾けるかな？本当？レイすごいね。いいな。私も弾いてみたいな。そんなに難しくないよ。私でも弾けるんだもん。それじゃあ私に教えてくれる？私、レイと一緒に弾いてみたい。うん、いいよ。レイ、何？本当に、私と一緒にピアノ弾いてくれる？どういう意味？約束しよう。え？レイ、約束しましょう。リーリン、どうしたよ？なんか変だよ。そんなことないよ。でも、今までで一番いい気分かも。ん？ほら、レイ、手を出して。手？うん、だって。約束には違う。指切りが必要でしょ？赤目だ！やっぱり。お！な！お前！こっちへ。え？どいつもこいつも邪魔ばっかりしやがって。あ、あれ、リーリン？怪我はない？あ、この人、多分ジルティさんの契約してる。誰かに似てるような。
あなた、イディアに会ったのね。え？イディアを知ってんのかな？あの黒髪赤目の。本来、はじめレイが勘違いしてた。はい。あの子。わあ、なんだ、黒いのがいっぱいいた。なに？走って！走る？いいから早く！はい！走ります！大丈夫かな？どっかの音楽素材で聞いたやつだ。ん？ここは？この本、昔俺の部屋にあった。もしかして俺の部屋ってこと？でもなんで？意外と再現できてんじゃん。ま、あんま覚えてないけどね。何がしたのかわかんないけど、とにかく迷子の二人を探さないと。セーブポイントがない！不安！猫！猫がセーブポイントになってくれた。ありがてえ。ありがとう、動物。で、君は誰？なんかいるけど。あら、バルツェ。この人は昔、肖像画で見た。今日は早いのね。母さん。母？どうしたの？そんな幽霊でも見るような顔して、幽霊なんだよ。シルエットの、黒いシルエットになってんだよ。それ何か怖い顔してるけど。落ち着け。どうせ幻覚家だ。惑わされるな。よく眠れた？これが理想と現実ってこと？本当にどうしたの？もしかして具合でも悪いの？いや、幻覚を見せられてる。でも一体いつから？他の二人も同じような状況だったりして。なんでもないならいいけど。あ、そうだ。後で芝くんが来るって言ってたから、急いで支度しなさい。え、芝？あら、忘れたの？今日あなたの手伝いをしに来てくれるって言ってたでしょ？俺の手伝い？なんの？あ、そんなこと言ってまたさまうつもりね。そうはいきませんよ。今日という今日は絶対図書室の整理をしてもらいます。図書室？あなたの本で大変なことになってるでしょ？そろそろいる本といらない本ちゃんと分けて整理して。芝くんが来るまで時間あるからご飯食べちゃいなさい。バルツェ、聞いてるの？え、あ、うん。今作るからちょっと待ってて。いや、いい。え？このままその図書室とやらに行くから。やっぱり具合悪いんじゃない？そういうわけじゃ。最近無理してるんじゃないの？やっぱり顔色も悪いし。ちょっと額触らせて。いいって！あ、ごめんなさい。急に触ろうとしてびっくりしたわよね。いや、違う。元気ならいいわ。ほら、早く準備しなさい。幻覚を見せられてんの？図書室だ。ここに青鬼がいたりして。ふーんって青鬼が走ってきたら悪いよ。つい手を払いのけちゃったけど。はあ、違う。あれは母さんじゃない。ここは現実じゃない。母さんはとっくの昔に死んだんだ。んなこと。俺が一番よくわかってるはずなのに。変に落ち込んで。バカみたい。偽物でも母さんに会えて、一瞬でも横になる自分はバカみたいだ。なんだ？援護殺しやめろ！っていうか、マジで汚いな、ここ。俺ってそんなに整理整頓できない人間だっけ？何やともあれ、ここを出る手掛かりを探さないと。芝に会ってみますか。多少の手掛かりはなるでしょう。
その芝が偽物でも本物でもね。ここは幸せの世界。楽しいことも嬉しいことも全部あなたの思うがまま。ねえ、素敵でしょ？ずっとここにいればいい。これって、ん？な、なんだ、お前がバルテ。ユオ！父！そうか。いきなり息子だからって、いくらも、いきなり父親村が掴むやつがあるか。黙れ！こいつのせいで俺と母さんは。何に苛立っている？あいつに図書室の整理を言いつけられたの気に食わなかったのか？そんな幼稚な理由じゃないんだよ。だったらなんだ？くそ。落ち着け。どうせここは現実じゃない。あいつは、ユアはもう死んだ。こいつはユアじゃない。わかってるけど。まったく、今更反抗期か？お前ももう二十歳だろ？うるさい。芝の方がよほど落ち着いているな。少しは見習ったらどうだ。うるさいって言ってんだろ！早く消えてくれ。そうか。バルツェ、名前を呼ぶな。顔色が悪い。後で少し休むといい。邪魔したな。理想の世界だから。んって今更父親すぐするんだよ。やめて、縁故殺し。頭が痛い。何動揺してんの俺。何なんだよ、ここ。ん？ほら。あなたの望んだものが何でも手に入る。それってとってもいい気分でしょ？優しい父に優しい母。そういうことだ。理想と現実を受け入れる覚悟はあるかってそういうことだ、多分。あれ？あ、邪魔だとは思ったけど、ちょっと心配で。そう。片付けは進んでる？あんまり。バルチでは昔から片付けが苦手だものね。そうだっけ？好きなものはとことん集めるんだから、置き場所に困ってばっかり。収集癖はイオに似たのね。違う。もう、どうしてそんなにあの人が嫌いなの？じゃあ逆に聞くけど、何？あの人何が良かったの？随分とぶしつけに聞くのね。俺、ずっと知りたかったんだ。母さんは、あいつと一緒にいて幸せだったの？自分を殺すような、あんな奴と一緒にいて。なんで過去形なのか気になるところだけど、そうね。月並みな答えで申し訳ないけど、結構幸せよ。あの人は、私のことを救ってくれた人だもの。救う？殺すの間違いじゃないの。物騒なこと言わないの。バーチャーはなんで私が幸せじゃないって思うの？それは、人の幸せを自分の物差しで測るものじゃないわ。とにかく、私は幸せよ。あなたが生まれてからは特にね。なんでそんなこと言うの？なに？照れてんの？うるさい。あのさ、今度は何？さっき手、ごめん。そんなこともう気にしてないわよ。もし、母さんが生きてたら、こんな風に、一緒に過ごしてたのかな。そして、でも、父も、歪まなければ、一緒に過ごしてたんだよ。やばいやばいやばい、援護殺しだ。一人でやっても片付け進まないでしょ？芝くんが来るまで待ってたら？芝。そうだ芝。あいつに会って確かめないと。それに、あの子も探して。ほら、バルツいらっしゃい。お茶でも入れるから。ああ、うん。
やっぱ趣味のものがいっぱいあるんだね。元は湯王だからね、美しいものをいっぱい集めてたんだからね。チッチ。ん?ん?おう、来ていたのか。ちょうどいい。お前に用事があった。ここで悪態ついたって仕方ないか。どうせいつかは向こうに戻るんだから。何?これを渡そうと思ってな。本?ずっと探していただろう?考古学の本。そういえば、子供の頃、考古学者の本を読んで憧れてた時期あったっけ?なんで?なんでも、俺でも忘れてることを、あんたが覚えてんだよ。なんだ、お前忘れていたのか。ずっと、昔の話じゃないか。親とはそういうものだ。今さら。なんなんだよ、あんた。不要なら捨てればいい。私の家はそれだけだ。そうそう、芝が来るだろ。言ってやれ。言われなくても。違う。あれはユウじゃない。父さんなんかじゃない。分かってんのに。いつまでもここにいたらやばい気がする。早く向こうに戻らないと。向こう?そういえば俺はどこに?なんだこの感じ。頭が重い。芝に会わないと。それにあの子の探さないと。本がどんどん赤くなってる!これはあなたが心の奥底に秘めていた願い。どうしてそれを拒むの?芝!あ!なんだマジで。わざわざ出迎えてくれたのか?芝。ん?なんだよその顔。お前はこっちの芝?それとも向こうの?はぁ?髪型が違う!こっち?向こう?一体何の話だ?ってことは、お前はこっちの芝なわけね。お前本当に大丈夫か?だいたいなんで僕はこっちの芝だってわかるんだよ。だって俺、お前、俺がここにいることに何の疑問持ってないみたいだし。当たり前だろ?ここはお前の家なんだから。あの子のことも特に心配してないみたいだし。あの子って誰のこと?あー、もう完全にそうだ。そんなの決まって。あ。れ?バルツェ?俺一体、誰のこと?そう。あの子って言ってるからさ、レイちゃん、レイちゃんって言わなくなっちゃったんだけど、なんで?って思ってたら。本当に大丈夫か?顔真っ青だぞ。なんで?さっきまで確かに。おい、バルツェ!触るな!お前変だぞ。図書室の整理はまた今度にした方が良さそうだな。一人にしてくれ。そうか。また後で来るから、まだ具合悪かったら言ってくれ。またな、バルツェ。なんだ、この違和感。違和感だらけでしょ。これが理想と現実だよ。少しずつ何かを忘れていってるような。いや、確実に何か忘れてる。それもとても大切なことを。でもなんでそれが思い出せないんだ。具合はどうだ?芝。相変わらず顔色は最悪だな。まあね。本当にどうしたんだ?少しずつ。ん?少しずつ、記憶が消えていってる気がするんだ。記憶が?すごく、大切なことを忘れてる。そんな気がして。
ま、お前に言っても仕方ないけど。でも、絶対に忘れちゃいけないことのはずなのに、なんで思い出せないんだよ。本当にそうか？え？それって、本当に忘れちゃいけないことだったのか？芝？いや、普通に考えておかしいと思わないの？忘れちゃいけないことながら、そもそも忘れるわけないと思うけど。それは、なのにそれをずっと悩んでるなんてお前らしくないな。だから、そもそももう、忘れちゃいけないことなんてなかったんだよ。違う！そんなはずない！違わないさ。最初から、なかったんだよ。それじゃダメなのか？何が不満？黙れ。そもそも、お前は本当の芝じゃない。じゃあ聞けろ、本当って何？もう自分でもわかんなくなってんじゃないのか？黙れって言ってんだろ。今さら、そんなことは些細なことでしょ。ん？お前にしては随分察しが悪いな。今のお前がいるここが、お前の言うこっちだとしても、あるいは向こうだとしても、お前にとってそれはもう、どうでもいいんじゃないのか？どういう意味？まだとぼけるの？この世界の何が不満なんだ？お前の理想の世界のはずだろ？幸せそのままなのに。幸せ？違う。こんなの全部作り物だ。グレスケルやった。だってそうだろ。ここに売れば、何もかもうまくいく。ねえ、バルツェ。思い出の方が、お前はずっと幸せでいられるはずだ。思い出？これが、俺の望んだことなのか？もし、このまま、俺がここに居続けたら、母さんがいて、父さんがいて、それが、俺の幸せ？ん？ん？おい！なんだ？バルツェ、しっかりするんじゃ！この声はどっかで。おい、いい加減に起きるんじゃ！もし起きなかったら、どうなるんじゃ！ん？いや、いないんじゃ！早く探さねば！いない？誰が？お願いじゃ、バルツェ！このままでは！が！が消えてしまうのじゃ！あなたの名前は？バルツェ。私はレイっていうの。よろしくね。ん。それじゃあはい、これあげる。何これ。マドレーノっていうんだって、私のおじいちゃんがくれたの。それを言うなら、マドレーヌじゃない。そうなの？まあいっか。ありがとう。もらっとく。レイ！ほんと。マジで笑えないよね。どこに行くや、バルツェ。それはお前が一番よく知ってんじゃないの？お前が言う向こうに戻るのか？そんな世界に何の価値があるの？お前の理想の父さんや母さんもいないだろ？お前何言ってんの？その二人がいようがいまいが俺には関係ない。ここにはお前の望んだものは全て揃ってる。そんな素晴らしい世界を、お前は自分から手放すのか？ふざけんな。ん？俺にとって、
一番大事な子がここにはいないんだよ。そんな世界、俺にとって何の価値もない。そんなにその子は大事なのか？この幸せよりも？へえ、面白いことを聞くんだね。ここにいればお前は、俺の幸せに勝手に決めんな。俺をここに留まらせたいのか知らないけど、もう諦めなよ。せめて、俺の好きな子の姿にでもなれば、まだ可能性はあったかもだけど。ああ、でも多分無理かな。その子なら、一発で見抜くに自信あるし。もういいだろ。これ以上無駄だ。もう少しだったのに。まずい。どれだけ時間食った？もう、なんであの子のこと忘れるかな？まあ自分がムカつく。いや、今はそんなことより、これ早くここを出ないと。無事でいてよ、レイちゃん。バルツ、結相会でどうした？おい、邪魔なんだけど。何が気にない？何が足りない？お前の望むなら何でも用意しよう。考え直してはくれないか、バルツェ。うるさいなぁ、バルツェ。失せろ。出ないと。もう一度殺す。よし。猫バルツェ、どうせあんたも偽物だろ。バルツェ、あなたにも大切な人ができたのね。え？きっと向こうで待ってると思うわ。あんたは俺を止めないんだ。本当はあなたともっと一緒にいたかったけど、そんなことできないって分かってたから。ちゃんとした姿であなたに会いたかった、バルツェ。もし、あなたの帰り道に困っている子がいたら、助けてあげて。きっと、迷っているはずだから。その時は、その子の元にたどり着く道、私が作ってあげるわね。さようなら、バルツェ。おお、何？ここは。先に進みますか？まあ、進むでしょう。この先に待っているのは、苦しく悲しい出来事かもしれません。それでも先に進みますか？お前は誰だ？お前は誰なんだ？覚悟はできていますが、おめえは誰だ？天の声。現実と理想を入れ替えますか？バルツェ、しっかりするのじゃ。う、ここって、バルツェ、よかったのじゃ。やっと目を覚ましたのじゃ。ピース、ポカポカとほうきで殴った甲斐があったというものじゃ。さすが我なのじゃ。頭割れそう今何時？北の方に時間の概念なんであるわけなかろうが。あー、そういえば、まったくもう、来てみればお主ら二人が倒れておるし、おまけにうんうなされておるし、さらには呼んでも起きるし、もう大変だったんだぞ。今さらっと流したけど、ほうきで叩いたわけ？だってちょうどいいとこにほうきがあったんじゃん。もんほうきあるね。だもんじゃねえそのせいで頭が痛いんじゃないだろうな。はあ、お主ずいぶんと顔色が悪いな。そんなに夢見が悪かったのか。まあね、それは、災難じゃったな。気分はどうじゃ？最悪だよ。で、あそこでグースが寝てんのは？あいつも一度起こしてみたが、お主とのおじそれ、うなってるだけちっとも起きぬ。は、そう。お、おい。お主なんか怒ってないか？まあちょっとね。こいつに何かされたのか？
そんなところ、正確には同じ顔したやつにだけどね。しばくーん、いつまで寝てんのかなー。しばくーん、うわ、蹴ったのじゃ。おい、マジで起きろって。これ以上寝てんなら置いてくぞ。お主結構容赦なく蹴るんじゃな。いってえ。おい、今、絶対蹴っただろ。おはよう。ずいぶん長いことに寝てたね。それお互い様では。何？いや。ちゃんとお前だと思って。はぁ。今、お前のことを殴りたくて仕方ないよ。めっちゃ奇遇じゃん。俺も。お主やめるんじゃ。今は喧嘩なんてしてる場合じゃ。しないって。夢に出てきたこいつにムカついたってだけ。二人とも一体どんな夢見てたんじゃ。地獄。同じく。行こう。レイちゃんがいない。なんか嫌な予感がする。ああ、急ごう。この先からレイの気配がするのじゃ。シマバルスケも気をつけよ。なんじゃ。名前。ぬ？ちゃんと呼ぶんだなーって思って。確かに、シマのバルツェモって呼んだね。にほほ。まあ、気にするでない。これさー、これさー、もしかしてさー、あの時にさー、シマとバルツェどっちを迎えに行くって言ってさー、シマ迎えに行ってたらさー、あの展開もしかしてシマになってた？